数一応解いてました。理科は普段指導もしてるんで負けません、そんなものは。自分が予備校で教えてる科目以外のものは一朝一夕には元に戻らない。だけどやっぱり向かい風は感じる点数でしたね。英語を使える医師になりたい。では始まりました、マチェチャンネルです。今回はですね、久しぶりにですねビリオジがやってまいりました。こんにちは、ビリオジチャンネルの、あ、名前言っちゃダメだ。やめな、ダメなんかい。ビリオジ1号です、はい、さあビリオジ1号なんですけども、はい、まあ、医学部受験ね、はい、終えまして、はい、見事に散りました。見事に、見事に不合格でした、はい、受けたのは、はい、今年国公立だけに絞って、はい、岐阜大学医学部と、はい、愛媛大学医学部を全期後期試験で受けました。四国まで受けに行った、ね、受けに行きました。美味しかったです、いろいろ。いや、美味しかったじゃなくて美味しかった。はい、ぶっちゃけセンターはどれぐらい取ったんですか？センターはですね、ずっこけまして、はい、なんか数 1A を解かなきゃいけないのに、はい、数1を解いてました。途中で気づいて、もう、あ、なんか真っ暗になるとかじゃなくて、はい、単純に三半規管がおかしくなってグラグラ、あ、今地震来てるみたいな。いやそんなこともです、ね、いやだってプレッシャーじゃないですか、だって予備校講師でありながら受けるって、はい、いや、はい、そうですね、そう感じてはなかったんですけど、はい、体が感じてたみたいです。すごい、だって先生みたいに、ね、言われるわけじゃないですか、はい、そうですね、そこでやって、でセンター何割ぐらいの、センターは、70後半だったかな、70何パーセント、はい、70何パーセントで、はい、でそこから選ばなきゃってなって、なぜ岐阜にしたんですか？大体、はい、医学部ってあのセンター試験とそれぞれの個別試験っていうのが大体、うん、1対1を基準に、うん、センターの方ちょっと割合高いところもあれば、うん、センター試験よりも個別試験の方が割合高いっていうところが半々ぐらいであるんですけど、うん、まあ、岐阜大学はぐっと個別試験の割合が高いんで、逆転がいけるかもしれないというので受けました、うんうん、2時にかけたわけですね、はい、そしてそしてあの逆転できず。2時どうでした？2時はですね、はい、こけたような感じはあまりなくて、はい、2次の科目は、2次は、英語と数学と理科2科目なんで、はい、科学とか生物を受けてですね、まあ理科は普段指導もしてるんでできますよね、できてます、当然、はい、で英語と数学なんですけど、やっぱりちょっと数学も英語も時間が足りないとか、はいはい、お父さんのなんていうんですかね、運動会みたいな、はいはい、で真剣に走ってずっこけては骨折するみたいなお父さんだったのがセンター試験だとしたら、はい、そこからちょっとトレーニングはしたんで、うんうん、多少走れるようになってるけど高校生ほど速くはないっていう。なるほど、岐阜の英語は。そうですね、あのもっと難しいところはもちろんありますけど、はい、数学が、はい、おそらく医学部を受ける国公立の医学部を受けるような生徒受験生からしたら逆にそんなに難しくない、ね、そうなんですね、多分、はい、数学の先生情報だったり自分の、はい、まあ、肌感ではそうです、うん、じゃあなぜダメなんですか？そこまでも到達しませんでした。ちょっと赤裸々にねお伝えすると、うん、自分が予備校で教えてる科目以外のものは一朝一夕には元に戻らないんですね。なるほど、はい、昔は結構できたと。昔は普通にできてるはずです。ああ、この穴埋めとかできたんですか？はい、ちょっとあの過去問は結構やったので、はい、形式には慣れたんですけど、やっぱりまだ時間もそうだしちょっと及ばずっていう感じですかね、知識分挿入特殊ですよ、随分ね。これは特殊な部類に入りますか？特殊というか、まあ普通とだいぶ違う入試。もうそういうこともやっぱり科目超えると全然分かってないんで。なるほど、はい、そうなんです。もうそこしか受けられる選択肢が残ってないからってそこについていくしかないみたいな感じで今年は終えましたね。なるほど、はい、後期も、後期試験は愛媛大学、はい、でそこは総合問題という形で小論みたいにちょっと長い内容の記述も含めたほぼ英語、英語の試験です、うんうん、でそこと面接だったんですね、うんうんうん、また自分のチャンネルでもその成績開示をしてっていう話だと思ってるんですけど、はいはい、面接でこんなおじさんが行って、はい、まあそれなりの対応してどれぐらいの点数が出るのかっていうことも知りたかったので、愛媛大学は点数がちゃんと開示されるんですよ、面接で。なんで受けに行ってですね、で点数もちゃんと出てました。で
全然ダメだった。悪くはなかった。まあ現役とか一浪二浪ぐらいまでだったらもっといいだろうなっていう点数だけど、やっぱり向かい風は感じる点数でしたね。あんだけちゃんと話して普通に受け答えしてでこれかいみたいな、でもまあしゃあないかなこれぐらいのビハインドはっていう感じ。おじさん原点、おじげんが多分ありました。おじげんがあった、はい、多分ありました。不正かどうかっていうとちょっと微妙なぐらいの。なるほど、はい、いやそうか、じゃあ英語かなりやったですね。やりましたね。子供はバイリンガルなのに聞く話。はい、じゃあ今年はどうやってやっていくんですか。今年はですね、もうちょっと受験の方にバランスを重きを置いて勉強してるので、まあ授業しながらですけど、はい、やってるんでちゃんとやりたいなと、うん、もうその付け焼き場じゃなくてちゃんと文法やりで英文解釈をして、うん、で長文を読むようになってっていう手順を踏んでちゃんと勉強しようと思ってですね。まあ、教えてる教科は今科学と生物ですね。科学と生物なんで、はい、その2教科はもう、はい、勉強しなくてもいいわけですもんね。しません、それ負けません、そんなものなんかまあそっか、それだといいですね。2教科がもう浮いてる状態って言ったらもう英数に集中できるわけですもんね。はい、そうですね。受けるとことか目標とする大学は決めたんですか。ですね、英語を使えるようになりたい、はいはい、英語を使える医師になりたいというところまであるんですね。おおおお、なので国際医療福祉大学、はいはいはい、私立でいうと、ね、全部英語で授業やるところ、はいはい、もうそんな授業内容であれば行きたいです。で今年は国際医療福祉大学も受けようと思ってます。はい、であとは、まあ、横浜に住んでるんですけど、はい、横浜市立ですとか、あ、はい、横一、まあ、そういうちょっと、まあ、でもそこも英語やっぱ難しいんですよね、うん、なので英語をとにかく力をつけてさらにそれを使えるところまで見越して勉強をもう根っこからやってで受けたいなと。数学は普通のところまで頑張って持ってきます。あ、なるほど、うん、はい、やりましょうっていう作戦なんですよ。はい、なのでちょっと先生にぜひぜひですね、はい、コンサルで今医学部ね、はい、オンライン塾のコンサル始まってますから、私もね。あ、それはもう第1号としてスタンプルでサンプル使っていただいて、上田メソッドはあれですよ、はい、覚えていきますからね、とことん文章フレーズ、英文、そうです、一部のフレーズじゃなくて一文を全部、もうそうですね、一文確実に覚える、はあ、まあ、なんなら文章を覚えるぐらいの、なるほど、そういうメソッドですからね。なるほど、こうがっつりいろいろ、まあ、当然文法とか語法とかもやっていかなきゃいけない中で、はい、プラスでって感じ。そうですね、今ですね、例えばちょっと実際にこれ勉強してこう付箋とか貼ってあるやつなんですけど、はあ、こういうこれはですね、出しちゃって大丈夫ですか。あ、全然大丈夫ですよ。英作文品質分類360といってですね、その英作文をするときにこういう言い回しよく使いますよっていうことだと思うんですけど、はいはい、次がそれにして、はい、この間までの受験の時は何やってました。この間まではですね、はい、自分が当時20年以上前に勉強したものをもう一度見るのが、はい、それがちょっと古くなってたとしても、うん、それでもその方が思い出しやすいかなと思います。あ、なるほどなるほど、はいはい、当時ですよ、これ懐かしいっていう人も多いかもしれませんけど、景品ですね、はい、これをですね、もう当時は7週とかやって、はいはいはい、間違えたところはやり直しまくるっていうのでこうやってたんですけど、はい、でこれをもう一度やろうと思ったんですけど、ただこう英文法の問題、穴埋めの問題をやっても、うん、長文読む速さあんまり速くならないので、うん、長文に関して、まあ、昔はですね、英文解釈教室とかやってました。伊藤和夫先生、はい、あれはあれで好きだったんですけど、はい、京都大学の英語とか、はい、ああいうのにはすごく有用だったんですけど、はい、ただ、今回はまあ普通に長文をもっとこう早く読めるとか、うんうん、パラグラフリーディングとかっていうことを考えたんで、こういうものをあやってたんですね、はい、レベル1、2、3というふうに順番にやっていって、で、はい、そうですね、はい、受験の実際にその愛媛大学総合問題っていうのが結構時事ネタが多かったりするんで、はいはいはい、これ関正夫先生のファイナル時事英語と、ああはいはいはい、はい、をやったんですけど、はい、ドンピシャ出ました。お、何出ました。ですね、携帯電話に関しての最近こうですねという話とか、ウェイスティッドリソース、これですかね、ウェイスティッドリソース、はい、この辺とかですね、こういう内容がちょうど CNN の抜粋というのが出てましたね。日本はもっと活用できるリソースがあるんじゃないかな。ああ、はいはいはい、
いう話だった、まあ、携帯電話に関する問題が実際出てました。なるほど、ね、なのでこういう形式の問題集は今後どんどん有用になるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、あとは過去問ですね、うん、ああそうですね。いやこれはある意味いい宣伝にもなってるけど合格してないからすいません関先生複雑複雑そうですね、はい、ちょっと今年頑張ります。じゃあ今年のどうやってやっていくかは次の動画で聞いていきたいと思いますね、はい、どうやって英語を勉強するのか、これはビリオジ1号においていただきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。